古北省は、中華人民共和国中部地方に位置する省。洋子高中流域に位置し、道帝湖以北にあるため、古北という名称が付けられた。略称は、学、祖、慶で、ケースイとも呼ばれる。省とは、武漢市である。長江の中流にある省。道帝湖の北側にある。 総面積は18.59万平方キロメートルで、全国総面積の1.94%を占める。最東端は大梅県、最西,西端は伊調市、最南端は大大大鳥県、最北端は西県である。省の範囲の座標は、統計108度2142116度07、50、北緯29度015333度6、47であり、 北は、河南省、山西省、西は、重慶市、東は、安岐省、南は、厚生省、湖南省と接する。四川省、上海、北京、甲州を結ぶ地点に存在する水陸交通の要所でもある。地勢は、西高東低で、長江が全省を貫流し、世界最大の水力発電ダムである、三峡ダムが、東省に位置する。山地、 丘陵地帯と平野はそれぞれ省の総面積の56%、24%と20%を占める。東部に超高添いの鉱石平野である高寒平原があり、湖が散見され、稲作と漁業が盛んで、湖南省と合わせて、良子塾、天下足と呼ばれる。西部の大友江山、新農家の新農町は、家中最高峰である。特に、新農家は、 山が深く、野人が住む伝説が伝えられる。湖北省には0 1 k 平方メートル以上の湖が958個存在することから、千湖の省とも呼ばれる。湖北省は熱帯に位置し、西部の山地を除き、大部分は温暖湿潤気候、CF 気候に属する。無双期間が230から300日間と長く、降水量が多い。冬季は乾燥低湿。 夏季はタウ光室。特に武漢は夏の暑さで中国三大ボイラーとして有名。大部地域の年間太陽放射総量は85から114キロカロリー。地位平方メートル、年間日照時間は1100から2150時間。その地域分布は北東から南西へ低減し、学北と学東北が2000から2150時間となり、 学生難は1100から1400時間となる。その季節分布は夏場が多く、冬場が少なく、春と秋は地域によって異なる。小全体の年平均気温は15摂氏17度。大部分の地域では冬は寒冷で夏は暑い。春は気温が変化しやすく、秋は気温が急激に低下する。1月の平均気温は2摂氏4度。 一方7月の平均気温は27摂氏29度で、夏季の最高気温は摂氏40度以上に上ることがある。省内各地の平均降水量は800から1600ミリメートル。降水地域の分布は南から北へ低減し、学生南は1400から1600ミリメートルと多く、学生北は800から1000ミリメートルと少ない。降水量の分布は季節により、 著しく変化する。小全体の夏季の降水量は300から700ミリメートル、冬季の降水量は30から190ミ、mm、リメートル。6月中旬から7月中旬にかけて、雨が多く、古北の梅雨期間となる。戦士時代上世系文化、大谷文化、靴カレー文化など新石器文化の遺跡が発見される。陰、州時代陰代に、陰の報告に属する。 武漢式包み区の万流城遺跡には、紀元前18世紀、紀元前14世紀前期の陰、報告というが保存され、超高流域で発見された唯一の陰大都市遺跡として知られる。集大に湖北将来に複数の小国が存在する。春秋戦国時代に諸国は,諸国は諏訪江に統一される。旗、た、漢字大臣の始皇帝は天下を統一し、文法制を廃止し、 軍県制を実施する。湖北省の大部分は南軍に属し、西北部、北部、西南部の一部は、関中、南洋、調査、県中と急行軍に属し、複数の県が置かれる。全館に、京州市支部に属する。五館には、南軍、南洋軍、江夏軍及び、関中軍、露行軍等が置かれる。三国、義神、南北朝時代、総隆 職官、孫悟は、慶州を奪い合い、儀と、悟は、江夏軍、武将軍、南軍、義と軍、県大羅軍、武良軍、長佐軍、城陽軍、南陽軍、南房軍、義陽軍、義京軍、新四郎軍、城陽軍等を置く。義新南北朝時代には、核勢力の軽装地になる。湖北省の大部分は、慶州の江夏、城陽、南軍、県兵、義と、 義王、南郷、南洋、神磯、新城郎及び、南平、調査、天文、武陵、義教を東軍に属する。栄華の乱が起こり、大量の肝心が南渡し、郷州、京軍、京剣が置かれる。随、当時代隋代に全国が統一され、京州、京軍、京剣が一時廃止されるが、大業三年に復帰される。 西北と東部の一部以外の大部分は、慶州に属し、南軍、医療、協領、美、清江、上洋、薄月領、観光、安陸、永安、江夏日と軍を管轄する。海王9年に江夏軍は、学州に改称され、江夏に、軍の地所が置かれ、後に、学州が、軍の地所になる。現在の湖北の略称、学はこれに由来する。当初、 全国は十の道に分けられ、後に十五道に増設する。湖北省の西部は山並東道、東部は湖南道、東南部は港南西道、西南部は県中道に属する。後に山並東道節土市、京南節土市、武将節土市が設けられ、各州を管轄する。そう、元時代壮大に、湖北の中部に京古北路が設置され、額また、 海、木など州と香領府、徳安府及び、京門郡、関陽郡等がある。北部に京西南路が設置され、隋、金、某、仁市、栄など州と上洋府及び光火郡等がある。東部は、洋須港を境に、洋須港以北は、和伊南西寺に属し、木の二州がある。伊南は、高西南路に属し、広国郡がある。西部の世州は、州路に属する。 西南部は、厳州である。現代に、全国で3の中小省、11の行中小省が置かれる。湖北省の内部において、洋津港以南は、湖港行省に属し、武将路、広告寺、関陽府と奇襲がある。洋津港以北は、金行省に属し、上陽路、広州路、州路、中高路、海州路と安陸府、洋府及び、京門州がある。西北部の一部は、 先制行商に属する。西部の修路、備州は、四川行商に属する。明、清時代民発、湖北は、湖行行商に属する。後に、全国は十三の省潜府正史士に分けられる。湖行党所を受けたまわり潜府正史士が置かれ、武将府、官陽府、公州府、上天府、徳安、府、慶州府、常陽府、 洋府及び現在の湖南省を管轄する。新書は明の制度を踏襲するが、後期3年に古江省が同帝国を境に2分され、南部は湖南不正市市になり、北部は湖北不正市になる。後に湖北不正市が湖北省に解消され、省都を武将に置く。武将、寛陽、広州、安陸、徳安、慶州、上洋、 呂等八府を管轄し、大体現代の行政区分になる。新末に、武将、官用、安陸、上用、美、徳安、甲州、慶州、義将、瀬南東十府と、京門直令州、鶴峰直令町などとその会の六十県、六三、州、一三町を管轄する。中華民国時代1911年10月10日、武将にて、 新外革命の端緒となる、武将放棄発生。1912年、府、州、町が廃止され、行政区分が調整され、町の会に、道、県が設置される。1927年、町が廃止、町、県路に総行政体制になる。1932年、町と県の間に、行政正し策が設置される。1949年、湖北省は一市。 8行政正しさつく、69件を管轄する。2017年の域内総生産は36,522.95億元で、全国第7位を占めている。うち、第一次産業は3,759.69億元で、前年比3.6%増。第二次産業は16,259.86億元で、前年比7.1%増。 第3次産業は16,503.40億元で前年比9.5%増。第1、2、3次産業の構成比は10.3、44.5、45.2である。ショートである武漢は家中地域全域の中心都市であり、経済的重要性から大幅な自主権を持つ副省休止に指定されている。湖北省は、 長江の広大な中石平野を利用した農業が盛んで、また多数の河川、故障による漁業も盛んである。特産物は、レンコン、暖棒などがある。2017年度の主な農産物の生産量は、下表通り。湖北省は、中国の工業基地の一つで、武漢鋼鉄、東風義社、中国船舶重工集団部省造船所などの、 大規模な製造業会社及び工場がある。2017年の工業生産の総額は13,874.21億元であり、年末時点の規模以上工業企業は16,634社がある。国内貿易2017年度の社会消費品、小売総額は17,394.10億元で、前年比11.1%増。 うち、規模以上企業の消費品小売額は8779.59億元で、前年比10.3%増。2017年、前省のインターネット通信販売額は1716.6億元に達し、前年比37.2%増。うち実物商品の通販額は1131.8億元で、前年比30.0%増。 国際貿易2017年度、国際貿易輸出入総額は3134.3億元で、前年比20.6%増。うち、輸入額は1070.2億元で21.4%増。輸出額は2064.1億元で20.2%増。前年度の外国資本の直接投資額は109.94億米ドルで8.5%増。 2017年末時点の常住人口は5902万人、うち都市人口は3499.89万人、農村人口は2402.11万人、都市化率は59.3%に上る。湖北省は多民族が雑居する地域であり、2010年の第6回全国人口広さ統計では、少数民族住民数は247万人で、 全少総人口の4.5%を占める。1万人以上の少数民族は、トゥチャ族、ミャオ族、カイ族、トン族、マン州族、チワン族、モンゴル族と7個ある。省の西部にある少数民族の集中地に、音声、トゥチャ族ミャオ族自治州と徴陽トゥチャ族自治県、五宝トチャ族自治県が設置される。湖北省は2015年12月現在、12時休。 市、一時地州を設置し、開業生単位である38しか厚く、24、研究、死、38県、二次地県、一リンクを管轄する。詳細は、下部データボックスを参照。古北省は、古来教育を重要視し、多くの人材が排出することから、おもんみそ有罪と評価される。2017年時点、全省において幼稚園は7,825円あり。 在籍演児数は176.04万人である。小学校は5378校あり、在籍学生数は354.57万人で、適齢子どもの入学率は100%である。中学校は2041校あり、在籍学生数は148.71万人で、適齢人口の入学率は100%である。 高等学校は532校あり、在籍学生数は81.94万人である。中等専門学校は289校あり、在籍学生数は37.12万人である。技術専門学校は146校あり、在籍学生数は7.79万人である。2017年時点、全省には高等教育機構が128校あり、 うち大学、短期大学は68校あり、高等専門学校は60校ある、継続教育機構は14校ある。大学の在籍学生数は140.09万人であり、在籍大学院生は13.56万人で、うち修士課程在学の学生数は11.04万人であり、博士課程在学は2.52万人である。主な大学は下記を参考する。 国立大学省立、私立大学私立大学部等ん、名誉県領新農家等がけど、塚崎石三峡ダム、石壁高殻炉古流中古北省の主な観光地2017年12月、現在、湖北省は、世界各国の25の自治体と、友好関係締結を結んでいる。ありがとうございます。